森高寺は、長野県中野市大浅真山浅川又342にある、総当州の寺院である。山内町温泉寺の末寺で、三号は真正山、本尊はおくるみ。真山集落の中央上のある森高寺の地は、1532から55年臨済州南禅寺の総前高寺が、総案を結んだところであるという。森高寺の階層は、 温泉寺の五代住職通山。通さ山は当時関山村の領主だった近藤正成に真山に隠居することを許され、家臣、白崎宗兵衛より真山村肝入りに申し伝えられた。田中の温泉寺、真山村隠居したい旨を江戸の品の守りに申し上げたところ、お許しになった。従って村の荒れ地十国のところを寄進するので、早く引っ越しくださるようとのこと。 源内予言3月20日、白崎総兵馬山村紀も入り、黒鳥影門殿とある。この黒鳥氏を中心に、土屋氏などと、吉田村の竹内氏、越村の小林氏などが協力して、道具を作り、寺の三号を間、正山、次号を森高全流から取り、森高寺と名付けた。森高寺四世、善逸の大の1695年本堂を再建。 1697年栗を再建した。五星保山の第の1705年に修了を作り、八生監修の第の1743年に三門を造営、吉川慶道の第の1850年栗を再建した。ありがとうございます。